大丈夫ですか、はい、本日投与2回目でございます。頑張ってください。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。昨日幹細胞投与の2回目が終わって、今日はここ脳梗塞リハビリセンターの阿佐ヶ谷に来て、また変態の福田さんとリハビリを行っていきたいと思います。どうですか、2回目の。いや、点滴のやつは前はあったかくなったんだけど、うん、そんなに今回は何もなくて変わりなし。変わりなし。うん。私もだけね。入れてますよ。わかる。ちょっと何とも言えないな、これは。何とも言えない。なんかね。うん。尾骨？うん。尾底骨？うん。あたりが、うん、ジンジンする。なんかじわじわする。なんかあのインフルエンザの予防注射された時って痛いじゃないですか、入れた時、うん、あの感じが、うん、痛いみたいな、なんかそんな感じが。投与した場所より上の位置が痛くなっていたっていうのが後でから分かって、幹細胞は下から上に行くように打っているため、感じた痛みは悪くない反応なんじゃないかなという結果になりました。本日もよろしくお願いいたします。お願いします。2日目でございます。はい、今日やることなんですけれども、はい、昨日の最後に見させていただいたこのトイレでの、うん、この、まあ、ズボンとかの、うん、脱ぎはぎをするところとか、うん、そういうところをちょっと考えたやつなんですけれども、前回はどっちかというとベッドの上で脱ぎはぎしやすい状態で、今度トイレになるとおっしゃった通り狭いので、うん、移動できる量が少ない中でどうするかっていうところを一緒に考えていければなっていうのと、うん、あとは前回の感じでいくと、まあ、後半ラーメンに向けてかなっていう、うん、その2つかなと思ってます。はい、まあ、こういう形で、はい、でこの時の特徴なんですけれども、うん、まあ、どうしてもこっちに壁があるこの環境っていうのも関係してるんですけれども、うん、こっちよりも苦手な方の右のお尻上げるときは相当横に行かないといけないってことですね。で、結局目的ってこれお尻を浮かせるか浮かせないかっていうところで、うん、大きく実は2パターンあるんです、うん、上げ方って、うん、ちょっと僕が今ここでやってみますと、1パターン目っていうのは、うん、この今の右のお尻の上げ方と一緒で、横に行けば行くほど勝手に上がってきますよね、うん、体のほど、うん、これが1つ、うん、で、もう1個はですね、こんな上がり方です。こんな上がり方です。あ、その痩せる、そう脇腹寄せる方っていうことですね、うん、やはり左のお尻上げていくときってちょっと寄せれてるんですよね、うん、ここの形勢の高さとかも関係してると思います、うん、で逆のときってなかなかそれって難しい部分がちょっとあるっていうことで、このお腹の使い方っていうのをちょっと練習していこうっていうのがまず一つで、力入るところを昨日見させていただいたときに、うん、この斜め腹筋がちょっと前回よりいいですねって言ったと思うんですけど、うん、今度ちょっと違う感じです。右手で左の膝触りに行くようにいきます、はい、せーの、どうぞ。OK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  前は右手で左に行くときにうまく力入らなくてのけぞるパターンで来たんですよ。へー、背中、このこっち側ですね、こっち側をのけぞってなんとか浮かそうとしてたのが、うん、今こう対角線上に入る力が入ってるなって。すごい、すごい、あの素晴らしいですね。すごい、あの斜め腹筋ってちょうどこの要素と近い筋肉なんです。方角が違うんですけど腹斜筋って筋肉があって、うん、
ういうところの活動っていうのは他の場面でも出てるので、うん、それをさらにこう強化していくっていうのは十分になんか考えてていいのかなっていうところで。殺されて怖いとか出ますか？怖いはないけど、うん、ウニウニしてて、うんうん、筋肉さんたちが、うん、なんかこう活動してるのが分かる。あ、素晴らしいですね。え、本当になんかさ、うん、感動するわなんか、うん、なんていうの、皮ひっぺがして、うん、本当に筋肉を直接ウニウニされてるように感じるんだよね、うんうんうん、福田さんが触られると、タッチの仕方によって変えられるんですよ、これ。皮膚なのか筋肉なのか、骨なのか。例えば骨ってこれ、これ骨の動き、筋肉ももちろん動きますけど、これ骨操作してる動きで、筋肉を操作するとこんな感じですね。あ、なるほどね。で、皮膚を操作するとこんな感じになった、表面だね。そう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 。いや、すごい。これは絶対動画じゃ伝わらない。伝わらないよ。マジですごい。体験してほしい、このやばい感じ。こういうのも、これも今何してるか。これも伝えるのがめちゃくちゃ大変です。簡単に言うと、骨盤の歪みを直してもらってます。左の骨盤がちょっと歪みがあったので、この福田さんの一つ一つの動きがすごく体が伸びて、筋肉が伸びて、なんか骨が本当に正しい位置に戻ってきてるなっていうのがめちゃくちゃ体で伝わりましたが、文字で伝えることができないので諦めて今こうやって音声にしていますが、マジで福田さん神。首大丈夫です？大丈夫。これは何笑いですか？伝わんねえなって。本当ですね。絶対伝わんない、うん、そしたらゆっくりと、はい、左手浮かしながら横向きになって上半身を少し起こしていきます。そう、 OK。 でそのまま、怖い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 、うわいや、すごい、なんて言ったらいいのかわからない。え、でもね、え、牽制もちょっとしびれも取れてる今、すごくしびれも取れてて、右の人と左の人全然違うよ気持ち悪いですよね今、うん、すごい気持ち悪い。え、これ高さ、肩の高さ的には一緒なのかな？違いますね。違うよね。あとこの、はい、なんていうの、横から見た感じのさ、巻き具合もあると思うけど、わかる？伝わるかな？違う？よく見ないとわかる。ああ、なんか、ああ、素敵。あ、いや、伸びたよ。え、待って、てかさ、え、いや、てかさ、やっぱ肩のこの、なっちゃうな、違うな、違うな、上半身の姿勢多分めっちゃ良くなってると思うんだよね、さっきより。気のせいかな。横からちょっと見てみましょうかね。いや、すごい、え、そしてすごい、うん、の、え、でもすごい姿勢、もっとさっきはさ、肩がこう巻き気味でさ、うんうんうん、今力入れてない普通の姿勢ですね。そう、なんかこう、なんていうの、縮こまってるか、だったし、うん、姿勢を良くしようと思うとやっぱ力が入る、うん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 、もうそもそもがここに戻されて、力入れなくてもこの姿勢のいい状態を保てる。おお、痛い痛い、おお、痛いな。何をするかと言いますと、この足を揺らしていきます。はじめ一緒に揺らして、うん、渋谷さんの方でも揺らすチャレンジをするんですけど、うん、左右に揺れてるって感覚ありますか？うん、で、この時に、うん、この曲がる起点ですね、うん、例えばお腹の方を中心にしてこうやって曲がるのか、うん、もうちょっと胸の、みぞおちの下を中心に曲がるのかって考えた時に、あのトイレのところで右のお尻を上げるってことを考えたときに、うん、上の方でそれの曲がることができるというってことですね。え、じゃあ
おへそっていうよりは水落ちとか、水落ちとかおへその間ラインぐらいで曲がるといいなって形ですが、実際には僕の方でまずこう揺らしていきます。揺らせる自信ある。お、素晴らしいですね。絶対ゆらゆらっていきますよ。今感覚的にはどの辺起点で曲がってるか。あ、オッケーオッケーですよ。そうですね、ちょうどウエストラインがこうキュッキュッと曲がってる感じ。これをですね、さらに上のラインでも曲げれるようにしていく。もっと上？もうちょっと上もチャレンジってことです。で、特に欲しい活動は足が右に来るときですね。そう、この時ってのが足弱い。そうそうそう、その通りです、これがうまくできるようになると、要は右のお尻上げるときって右のお腹がキュッと縮めて、こうやって上がる、こうやって上がる感じ出すので、この足も右に来てここがキュッと曲がる、左の方がちょっとやりやすいですよね、こうグッと後ろにできやすい、これをですね、うまいことやっていきましょうっていう感じですね、頑張りすぎると力入ってる。そうすぐ入りますんで、こう見てて、あの、で、ってな見ながらちょっと言う。くしゃー、よっしゃ、オッケー、ちょっとストップします。これで下ろしていきますね、リラックスして、変わった生活って、特に、あ、まあでもずっと一時期揺れてることとかありましたね。揺れるんです、ずっと揺れてる。すっごい嫌だ、そんな人。え、だって仕事中は？仕事中しないですけど、昔の病院時代とかずっと揺れましたよ。なんで？朝こうリハビリ室とかでずっと揺れてて、マジやばい。こうやって弾んだりとかして福田教だみたいな。筋肉を緩めるためにとか、関節を緩めたりとか、あとは自分の知覚を高めるっていう。知覚、あの、自分の中で体がどうなってるかなとかっていうのを把握して、センサーを研ぎ澄ませるっていう。手でやっぱ触る仕事なんで。それは揺れるといいの？揺れるとめちゃくちゃいいです。で、こう揺れるのもどこ揺らすかとか決めて、あ、なるほど、決まったところを揺らせる。すごい。いろんな揺らし方。休日3時間やったりとか、家の中で、なんかめっちゃ汗かいちゃって、ただ立って、ただ立ってずっと3時間。怖い怖い。え、テレビ見ながらとか？いや、絶対見てないですね、何もしない。壁か窓とか、やばいやばい、ちょっと息上がってきたとか。OK、わかりました。ではこの状態で、動きの確認ですけど、体をちょっと前にかがめてみるようにですね。戻します。いつもラーメン食べるってイメージして、ちょっとその姿勢取ってみましょうか。ラーメン食うときはこうな感じ、OK、ありがとうございます。ではちょっと可能な範囲でいいです、その状態で腕ちょっと浮かせそうかどうかチャレンジっていう感じ。OK、ありがとうございます。じゃあもう一個いきます、今度はこの起こした状態から、そのラーメン食べるような手を意識して、ちょっとまず浮かしていく。え、起こす？あ、そうそう、その状態で手を浮かす、で、その状態でどこまで前に行けるかです。で、もちろんバンとちょっとついてたんで構いませんので、背骨下げます。これで行ってみましょうか。こうやれば頑張れるけど、こうやったら頑張れない、じゃあ、頑張れない方でちょっと。頑張れない方で。そう。OK。よし、はい。っていう感じですね。OK。じゃあ、ちょっと頑張れる方でもね、もう一回。頑張れる方は、ここ。ここら辺。ここら辺。で、これじゃあ行くと。って感じですね。OK。ありがとうございます。ちょっとこの辺今見させてもらったんで、その辺また後半やっていこうかと思います。はい、こういう使い方ってできるんですよっていうのを今。なるほど。そう、こっから動くことってあんまりないですよね。ない。だけど千葉さん動けるんですよ。へえ。あ、そう、うまい、今のとか。もっと遠くに、あ、そうそう、肩はいらない。
そう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 。うん。オッケー、ちょっと休憩。一旦休憩しましょう。あ、全然喋れないよ。もう集中しちゃうから喋れない喋れない。結構疲れると思います。使わないとこ使う。全集中してるよ。全集中。水落ちの呼吸をして。素晴らしい。あ、うまい。今エフェクト入るの。今なんでやつが入るの。これが広がってくるとこういう動きになってきたりして、うん、この腰の位置が最終的にはここの動きで前倒しになる。前傾っていうか 前に持っていける、うん、後ろに持っていける、うん、っていうレベルまで来ると、うん、そうするとこれを浮かして体を前に倒した時のコントロールにつながってます。そのぐらいまでいける。イメージとしては本当はこのちょっと前かがみの状態で浮かしたのはやりたいんですけど、うん、それってまだちょっとコントロールするにはいろんな突破しなきゃいけない壁があるので、うん、手を使わずにここでコントロールする。ここでコントロールするためにはここだけで骨盤の位置がちょっと変われるようにもうちょっとしていく、うん、変われるようにしたらそこでキープができるっていう段階で、そしたらどんぶり持っても前かがみでもいけるっていうような順番。最後ちょっとさっきやったどんぶり姿勢のトライっていうのをちょっとやってみて終わりにしようかなと思います、はいはい、なんですかね、こうどんぶりの持つイメージで手のイメージを作って体をちょっと前に持っていけるかどうかっていうことですね。ですよ。水落ちを前に、うん、でも後ろに、うん、前に出すの？そう、前に出す。前に出すとちょっと前に来ますね、うんうん、で最終的にはこれがもっと前に前に行って、うん、骨盤も引っ張ってきて戻したりするコントロールになるんで、うん、基本的にはちょっと前に行ければいいです。うん、そう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 、うん、おあれ、お、来てる来てる来てる、ね、来てるよね。あともうちょっとチャレンジ。どんぶり持ったまま、そう、スープこぼさないように。そう、熱々ですからね、スープ。はい、どうぞ。そのまま前に。どっちどっち、みぞおち、みぞおち、みぞおち、前、前だし、体全体も前でいいですよ。全体前で、どんぶりをテーブルに置きに行こうかな。この時はあんま肩とか気にせずに、うん、ちょっと前にどこまで行けるかの意識だけでいいです。オッケー。わかんないよ。行けてる気もしなくもないけど、わかんないな。でも、その水落ちの呼吸で耐える、保つみたいな。え、聞いてる？聞いてます。みたいなのはあったよね、ちょいちょい。そうです、そうです。あったよね。前に後ろにっていうコントロールってちょっと出てるんですよね。この初めってピッて固まって、あ、こっから一歩も向けない、うん、ドーンだったのがちょっと前に行ったり後ろに行ったりっていうのが出てきてるんで、うん、あれを増やしていくっていう感覚ですね、うん、あ、そうね、あれはもう感覚だわ。あれは感覚だ。感覚つかめたらもうちょっといける気がする前に。はい、という形で、はい、ありがとうございました。今日2時間ありがとうございました。ありがとうございました。という感じでですね、2日間にわたり、またリハビリを行っていただきました。本番というか、より頑張んなきゃいけないのは2月から本当にもっと集中的にリハをしていくので、今後もどういう感じで変化していくのか、引き続き次回こそはもうイケメンさんだね、出てくるのね。あー、悲しいな、変態さんと会えなくなるの。なのでまた次回お楽しみに。はい、ということで、この動画が役に立ったらいいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。
ごいたくさん骨があって、怖いすごい、わかるかな、筋肉自体はどんどんかかとが上がってる、筋肉自体の制限にかかると、そこからはもうなんかいわゆるストレッチになるんですけど、うん、そこに至るまでは、いやすごい、すごい、やるといいのは、うん、ここの辺、うん、外くるぶし、うん、外くるぶしのところをこうむにゅむにゅするという感じです、頸骨と腓骨って走ってるんですけど、この腓骨の方はちょっと下に落ちてるんです、後ろの方に下がってる、うん、日本走ってる下がってるので、上げようと思ってもここでブロックになってるので、これをちょっと元の位置に戻すと、これがスッと上がるんです、これを降りたままだと、こうやって肩とこうやって回るので、ここで領域っていう感じですね、ちょっと、まあ、分かってないんで、今晩見ときます、アマプロ。あとは、ここ見ていくと、まあ、よく俗に足首の硬さって、このふくらはぎの筋肉の硬さがあるので、そこもそうなんですけれども、渋谷さんの足の場合だと、ここ、うん、ちょうどこの辺です、うん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 、この辺の硬さで今、ブロックが1個かかっているので、この辺とかもこうやってムニュムニュすると、ちょっと嫌な刺激というか、しびれとか強いですね。さっきからずっと、うん、そう、変わってる。ここがビーンって走ってる。あ、これがこう伸びてくると、でも確かに親指にずっとこう力が入ってる、うん、形成っていうか、ビーンってなるから常にそこが絶対疲れてる、負担がかかったり、うん、そんな感じですよね。すごい、こういうところとかをやると、すごいすごいすごい。あとはこうした時にこっちは動けばこっちが動かないので、この今度は内くるぶしのここら辺に靭帯とかがいろいろあるので、うん、内くるぶしがこうあるんですけど、うん、こんな感じですね、うん、そこの下側の縁をこうやってグニ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 って、グニグニって、あの皮膚の張ってるところをちょっとたわませたりしてあげるような感覚ですね、なんか紙でいうとこうしてあげるような、カーンって突っ張ってるところをこうしてあげる感覚で、こうやっとくとこの辺がちょっと動きやすくなるので、これでもうちょっと、あーすごいよ、すごい、伝わるかな、このすごさすごい、かかったと思ってた、足首の角度が全然変わったんだけど。